レアルモンは、フランス、奥下に位地域圏、タルヌ県のコミューン。県中央部に位置し、アルビ及びカストルへは、等しい距離である。ダル川と島は2キロメートル離れている。そこでは、水車が運営されていたが、今日では、製粉工場に置き換わっている。地中海性気候と海洋性気候が混ざり合った、穏やかな気候の恩恵を受けている。 フレジェールのイーズミ・フィリップ三世時代の1272年3月12日、ギオーム・ド・コアルドンはフランス王のバスティットを建設し、レアルモンと名付けた。レアルモンの町は、アルビの裕福な荘園種、ベルナールド・ボワスゾンの土地に作られていた。彼は、ロンベール男爵の土地に、釈地権を持っていたが、異端審問で異端の判決を受けて没収されていた。また、この地方では、 地元の領主の権限が非常に大きかったので、フランス王は自らの威信を高めるためにバスティット建設が必要であった。フィリップ三世がレアルモン一帯の森林を一掃するよう命じたのはここに理由がある。新たなバスティットを建設するのはカトリック信仰を擁護し、王権することになった。レアルモンとは王家の山から生じている。1629年、 コンデコアンリは、プロテスタント勢力が、レアルモンを掌握したのに反応して、町を攻略し略奪した。町の中心部は古いバスティットで構成されている。アーケードのある広場が教会を囲む。町の中心部を囲む大通りは、古い城壁の後に、その建設の構想を与えた。レアルモンの過去の商人は、バルコニーが張り出した住宅や、絵のように、 美しい工事であり、魅力のすべてを貸し与えている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。